こんにちは、ピンマックス純正品チップを製造しております錦部製作所の錦部光義と申します。本日は超音波スケーラーの中枢についてお話ししたいと思います。超音波スケーラーでは一部の治療を除いて、中枢を必ずしなければなりません。その中枢をする一番の理由はですね、超音波チップの冷却です。で、超音波チップはですね、1秒間に 約3万回動きます。ですので熱を持ちます。で、そのままあの患者さんの口腔内に入れてですね、歯肉とかですね、患部に触りますと患者さんがあの熱いと感じたり、痛いと感じたりですねしますので、チップを冷却する必要があります。ただ、私超音波スケーラーの主要4社ぐらいの取扱説明書を読んだんですけども、注水の量に関してはですねほとんど書かれていませんでした。で、これに関してはですね、取扱説明書ではなくて違う部分でですね、霧状になった方がいいとかそういう話もあったりするんですけども、では実際どれくらいの量を出せば、いいのかっていうのを今日はちょっと動画で、お見せしたいと思います。ではまずですねちょっと霧状にした、映像をお見せしますので、ご覧になってください。ちょっと大場目にやってます。どうぞ。はい、こんな感じです。ちょっと大場目にやりました。で、霧になってるとですね、皆さん見て今お気づきになったと思うんですけども、ちょっとやっぱ周りにこう飛び散る量っていうんですかね、そういうのはちょっと多いと思います。で、またあの超音波チップに水が接している量もですね、ちょっと少なくなると思うんですね。では次にですね、超音波チップにこう伝うように、先端に行く、映像を、お見せいたしますのでご覧ください。はい、いかがだったでしょうか。今こうチップをですね、注水口からチップをこう伝って先端に水が届いていったと思います。で、これで十分チップは、冷却ができます。で、またこう飛び散りも少なかったと思うんですね。で、チップはですね、実はあのこれ、ご覧になれますかね。これ HY の1という、PMAX の純正品で、これ錦部製作所が作っているんですけども、これ、白水貿易さんの推奨パワーは P の5です。で、P の5で、発信させますと約10秒から15秒で熱を持ちます。ただし P の1でやりますと、2分経ってもこう触っててもですね、熱くならないです。 ですので、こうパワー設定にもよるんですけども、最低の注水でやっても冷却という意味では超音波チップの先端に水が届いていれば冷却はされます。で、もし、超音波チップによって太いものとかですね、の場合は熱を持ちやすいので不安である場合はですね、やはり注水しながら最低の量で注水しながら、1分間ぐらい、見てですね、その時にちょっと触ってみたりするとですね、冷却されているのかされてないのかが分かると思いますので、そのようにこう試してみるといいと思います。で、冷却が最低の量ですとそういった飛び散りも少ないと思いますので、患者さんの顔にかかったりですね、やってる方、先生や衛生士さんにこうかかるっていうのも少なくなると思います。ぜひ試してみてください。今日の、動画がお役に立てれば、幸いです。最後までご覧いただきましてありがとうございます。